やっぱりまだ手出しできずにいたんですけど、部屋も3年目になってきて、まあ、ここの2階の部分はなんとか安定してきたかなっていうところで、次にそういう子たちのためにお金を使っていけるかなっていうぐらいになってきたんです。はい、そうなんですよ、やっとなんですけど、必要に迫られてきたっていうのが実情です。はい、そうなんですなんで聞いて、やっぱ保健所にあのお仕事として申請出してるので、やっぱこれ以上多くなると指導が入っちゃうんです。あ、そうなんですね。そうなんですよ、やっぱ決められたルールがありますので、そうですよね、東京の方でもやっぱりその劣悪な環境で、やっぱ猫にとっても過密になりすぎるとストレスになっちゃうので、余ってますっていう方が先ほどみたい相談にいらっしゃって